1> 1データ管理計画の「実際」続いてデータ管理計画の「実際」について見ていきましょう何をどう計画するのかデータ管理計画では一体何をどのように計画するのでしょうか具体的に、 何をどうすればよいのかを考えるヒントとなるのがデジタルキュレーションセンター略称 DCC が提供しているチェックリストですこのチェックリストではデータ管理計画を策定する上での具体的なポイントが多数提示されていますチェックリストでは データ管理計画書に含める可能性がある情報を画面に挙げた8つの項目で整理しています各項目の概要を見ていきましょう1つ目管理上のデータ例えば女性やプロジェクト研究者の基本情報データ管理計画書の作成 更新日、乗っ取る必要のあるポリシー類といったものです2つ目データ収集に関すること。例えばどのようなデータをどのように収集生成するのか具体的に計画を策定します。 計画策定にあたって考慮すべき問題としては、例えば次のようなものがあるでしょう。データの種別、フォーマット、容量。選択したフォーマット、ソフトウェアは、データの共有、長期アクセスに適しているか。再利用できる既存のデータはあるか。 どの標準方法論を用いるのかフォルダやファイルをどのように構造化するのかバージョン管理をどのように行うのか3つ目文書化とメタデータに関すること収集生成した研究データをどのように 整理管理管するのか具体的に計画を策定します計画策定にあたって考慮すべき問題としては例えば次のようなものがあるでしょう。データが将来にわたって過読性を有し解釈されうるためにはデータにどのような情報が必要とされるか。 どのように文書化しメタデータを作成するかどのメタデータ標準を用いるかまたその理由は何か四つ目倫理法律のコンプライアンスに関すること倫理的問題や著作権や知的財産権に関する問題に どのように対処するのか、具体的に計画を策定します。計画策定にあたって考慮すべき問題としては、例えば次のようなものがあるでしょう。データの保存や共有について同意を得たか。もし必要な場合、参加者の個人識別性を どののように保護するのか例えば匿名化するといった対処が考えられるでしょうセンシティブデータが確実に安全に保管移動されるようにするためどのように対処するのかデータの所有者は誰か再利用のためどのようなライセンスを付与するか 第三者による再利用に何らかの制限があるか5つ目保管とバックアップに関すること研究期間中データをどのように保管バックアップするのか具体的に計画を策定します計画策定にあたって考慮すべき問題としては 例えば次のようなものがあるでしょう。十分なストレージを有しているか、あるいは不可的なサービスを利用するのに必要な料金をデータ管理計画に含める必要があるか、データをどのようにバックアップするか、障害が発生したとき、データはどのようにリカバリされるか、 また、アクセス制限やセキュリティ確保をどのように管理するのかについても計画を策定する必要があるでしょう。六つ目、選定と保存に関すること。どのデータを保持、共有、保存すべきか。また、データセットの長期保存について、 具体的に計画を策定します。計画策定にあたって考慮すべき問題としては、例えば次のようなものがあるでしょう。契約上、もしくは法的、もしくは規制上の理由で保持あるいは破棄しなければならないデータは何か。契約などによる保存や破棄の条件がない場合、 保存するデータはどの程度の期間保持保存するかどこにすなわちどこのリポジトリやアーカイブなどにデータを保存するか7つ目データ共有に関すること データをどのように共有するかについて、具体的に計画を策定します。計画策定にあたっては、共有の方法や手段、制限、条件などについて検討する必要があるでしょう。八つ目、責任とリソースに関すること。データ管理の責任者や、 共同研究における責任分担のありようについて、具体的に計画を策定します。また、策定した計画を実行するために必要なリソースについても、具体的に計画を策定します。例えば、データリポジトリの利用料金といった経費だけでなく、必要な人的リソースやハードウェア、 データ管理計画を策定する際無料で提供されているデータ管理計画作成ツールを利用すると作成の負担が軽減されます。これらのツールでは、 例えば各助成機関用のテンプレートが用意されておりこのテンプレートにのっとって記入していくことで各要件を満たす計画書を容易に作成することができます。また作成した計画書の共有や公開が行える機能を利用すると他の研究者が作成した計画書を参考にすることもできます。 代表的なデータ管理計画作成ツールに DMP ツール、DMP オンラインがあります。これらのツールは誰でも無料でアカウントを作成することができます。データ管理計画のサイクルデータ管理計画は 研究の初期段階でで作成すれば終わわりりというわけではありません研究途中においても計画を実行しつつ必要に応じて計画の修正を行うことが必要でしょうまた研究終了後は計画の達成状況について検証を行うことが必要でしょう 研究期間中も絶えず計画の更新を行うことで、その計画はより実践的で有効性のあるものとなるでしょう。